実、岡総一郎は、熊本県足北郡田浦町出身のプロ野球選手。宇藤左田。読売ジャイアンツ所属。足北町立田浦中学校では、軟式野球部に所属し、投手として出場した熊本県大会で優勝。九州大会では、準優勝。中学生にして、急速時速1 3 0トル中盤を記録。野球以外にも、 陸上短距離選手として多く入賞している。鎮西高等学校では松井和夫への憧れから野手に転校し、一年春からベンチ入り。三年時は首相を務めたが、最高成績は県大会優勝で全国大会出場はない。そう、こう、森蔵病師揃った逸材として、秋山浩二二世、新城剛二,二世と注目を集め、 2008年ドラフト会議において、福岡ソフトバンクホークスから2巡目で指名され入団。外野手としての指名だったが、入団前に遊撃手へのコンバートを志願した。2009年は一軍公式戦出場はなく、ウエスタンリーグで61試合に出場して、打率222.2本塁打だった。秋のキャンプでは、大貞春会長から打撃指導を受けた。 2010年8月14日に一軍初昇格を果たすと、翌日の北海道日本ハムファイターズ戦9回裏に、国母祐気の代走として初出場。一軍を経験させるのが目的だったこともあり、翌日に登録抹消された。2012年6月13日に、レビロメロ、福本厚志との交換トレードで、久米祐気と共に、読売ジャイアンツへ移籍。 背番号は58となった。巨人に移籍直後の7月10日、イースタンリーグの楽天戦の守備で味方と交錯し、左肘じ帯断裂。肘の痛みから右打席でバットを触れなくなったため、9月にこれまでの右打ちから左打ちに転向した。それまで左打ちは中学時代に多少経験があるだけだったが、秋のフェニックスリーグでは打率3割を記録した。 2013年は2軍で主に一番打者として起用された率。296を記録し、5月14日に移籍後初の1軍登録。5月15日の対千葉ロッテマリームズ戦で、マス直ナからプロ入り初安打を記録した。5月24日、右打ちから両打ちに登録を変更した。7月2日、阪神タイガース戦。秋にはフェニックスリーグに参加した。 12月24日、翌シーズンから外野手登録となることが発表された。オフに100万円減の推定年俸900万円で契約を公開した。2015年5月下旬に一軍初昇格を果たすと5月の22打数だけで9安打を内首脳陣の信頼をつかんだ。チーム打率がセリーグ再開に沈む中、後半戦は 中堅守のスタメンに定着し、8月には月間打率4割を記録し、月間 MVP 候補にも選ばれていた。最終的に339打数と規定打席、未到達ながら打率、304、0本類打、14打点、16盗塁を記録し、飛躍の年となった。オフに2700万円増の推定年俸3600万円で契約を公開した。 2016年から公式のプロフィールが両内から左内に変更されたが将来的にスイッチヒッターに挑戦する意欲を示している3月29日の対横浜戦においてプロ初本塁打を打った左脇腹の故障の影響で51試合の出場に止まり打率229日本塁打9打点9盗塁を記録オフに 700万円減の推定年俸2900万円で契約を公開した。2017年は FA 加入した非対抗が故障で出遅れたこともあり、開幕から中堅守で先発出場を続けたが、打率は前年同様2割前半と結果を残せず、日の復帰後はシーズン終了までほとんど2軍暮らしに終わった。最終的に62試合出場、打率。 208、0本類打、10打点を記録。盗塁は、成功4回に対して、失敗5回と課題を残した。オフに、現状維持の推定年俸2900万円で、契約を公開した。2018年は、9月23日の阪神戦で、藤川球児から勝ち越し的時打を打ち、ヒーローインタビューを受けたものの、前年を下回る42試合出場。 スタメンの機会を減らし60打席に終わり、打率231、0 23本類打、5打点、4盗塁を記録。オフに500万円減の推定年俸2400万円で契約を公開。背番号が39に変更されることが発表された。2019年は外野手に丸加工が FA 加入、亀井義幸もレギュラーに定着し、 立岡より若い石川慎吾や重信慎之助、ダイソー要員では、増田大輝の台頭もあり25試合の出場に止まり、打率286、0本塁打、1打点、3盗塁を記録。オフに400万円減の推定年俸2000万円で契約を公開した。2020年2月24日のオリックスバファローズとの2軍練習試合の打撃中に、 右手首を痛めて交代。2月29日に右手有効骨,骨骨折が発表され、3月上旬に骨片を取り除く手術を受けた。9月12日に、しげのぶしんのすけと入れ替わる形でシーズン初昇格。最終的に29試合出場、打率、261、1本塁打4打点、1盗塁を記録。オフに、 300万円減の推定年俸1700万円で契約を公開した。趣味は釣りで、ホークス時代には同じ趣味のマハラ・タカヒロへ弟子入りを志願。また、川崎・宗則にも弟子入りを志願し、川崎からは来る者は拒みませんよ。共に名前に総の字があるから、ムネリンズ屋根と歓迎された。いとこに元東海ラジオの成田香織がいる。 五感が似ていることから、タピオカ、タピと呼ばれている。ありがとうございます。